What's up, everyone? Welcome to part 60 of my playthrough of 13 Sentinels. Now, let's get into it. もう四季島を当てにはできないな。先生、なぜ先生が。四季島の幹部たちは先生の死に困惑している。私では子供扱いされ、騎兵計画を主導できまい。今後は四季島が勝手に方針を決めてしまうだろう。綾目公園に行ってもらえますか。早かったわね、コート君。警察で遺体を確認してきました。森村先生本人で間違いありません。そうなの。あまりショックではなさそうですね。森村千尋はここに無事でいるから。なるほど。それで警察はなんて。死因は腹部の銃創。体内から弾は発見できていません。犯行に使われたのがこの年代の銃ではないからでしょう。死亡推定時刻は19時頃。先生が短髪の学生とどこかへ急ぐ姿を現場付近で通行人が目撃しています。目撃者がいたの。この時代の警察もなかなかね。先生を監視していたドローンから何か分かりませんか。タイミングの悪いことに監視から外れていたわ。政府機関の動きを調べていたから。そうですか。あなたは誰が犯人だと考えてる。犯人の見立ては。そうですね。森村先生と面識がある人物で、学生服を着た短髪の男、関ヶ原 A だ。目撃証言は関ヶ原 A と一致します。関ヶ原 A は記憶障害の症状が出ていた。彼だとすればそれらしい容疑者ね。わざわざ連れ出しているのが気になります。殺す気なら人目は避けるはず。その気はなかったが、ついということも。彼は思い詰めるタイプですが、衝動的に撃つほど愚かではありません。じゃあ他に誰が。あなたが番号で呼ぶ彼。普通に考えれば容疑者として名が上がる存在です。適合者全員を犠牲にしようとした未だ野放しの危険な存在だ。追い詰められた意識だけの426が何を考えているかは見当もつかない。426は手段として殺人も厭わない。飯田さんがいれば犯人だと断言するでしょうね。私が426を撃ち殺すまでこっちで新たに4人が犠牲になってる。ドロイドとなって復活した彼が報復として私を始末したとすれば、動機としてはしっくりくる。森村先生、一つ質問があります。何かしら。426に対して特別な感情を抱いていましたか。特別。彼は
私に理解のある大事な友人だった。今はそうではないようだけど。突然どうして？それはおかしい。18番、いや玉尾さんの話では、あなたは426が犯人だと。関ヶ原 A でなければね。他に誰かいる？私もうすうす感じていた先生の思いは、玉尾さんの相談で確信に変わった。呼び出してごめんなさい。ちょっと協力してほしくて。何かあったのですか？森村さんが十郎君に426の記憶を移しているのが分かって。 426？ 逃げたドロイド？それとは別、転移の時に保存された記憶データからよ。つまり重労でもう一人426を作ろうと。なんとか説得して私の方で重労君の治療をしているのだけど、まだ諦めていないみたい。なぜ426を？私ずっと彼女の相談に乗っていたから。気持ちはわからなくないけど、森村さんは彼を愛している。426を幼い頃からずっと、それで彼を人間に戻したがっている。だが危険人物だ、先生も知ってる話ではね。彼女自身は見ていない。それに彼を手にかけたことで罪悪感に苛まれている。森村さんを見張って、重郎君には近づけないで。頭に入れておきます。お願いね。426が二人なんてゾッとするわ。やはり先生には思っている人が。記憶を失った泉重郎を先生は426に変えようとしていた。その理由はおそらく恋愛感情によるものだ。私が彼を？まさか。あの森村千尋は記憶操作をされている。あなたもそう言っていたじゃない。私が彼をね。私の趣味じゃないわ。森村先生と井田さんとは別に、16年前にこちらへ逃れてきた4人、私が先生の手伝いを始めた頃にはすでに彼らは肉体を失い、セクターゼロの転移データをもとに意識のみ再現された AI だった。彼らが肉体を失った原因は426による暗殺だと私も井田さんから聞かされた。しかし真実は違う。16番の話では先生も知っているはずだが、16番騎兵を制御する彼女が森村先生に真実を伝えた時のことを私に語ってくれている。それどういうこと？
もう一度言って。防衛が失敗した後、話し合っていた通り、私たちは脱出のためにゲートへ。だけど転移中に爆発があった。おそらく移動に使った98式が攻撃されたんだわ。私が最後に覚えてるのはそれだけ。あなたたちのデータが一部破損していたのは426の破壊工作ではなく、それが原因。データ化が完全でないため再生されなかったんだわ。あなたたちはこっちに来ていなかった。井田君、あなたは彼が4人を殺したとそう言ったわね。彼の破壊工作だとも。奴ならやりかねない。手任せだったの。皆殺しにしようとした過去は事実だ。放っておけばこっちで同じことをする。君が奴を仕留めたのは正しい行動だ。そんな。それじゃ私、彼を。先ほど先生は426による新たな4人の犠牲者の話をされた。本当に覚えていませんか？何を？おそらくあなたは私がまとめた過去の資料を見たのでしょう。あれは昔まとめたもので、井田さんの証言がそのまま書かれている。つまり誤りです。そう、こんな体になったのだから記憶の混乱は多少あるわ。私が森村先生の記憶が操作されているとそう疑ったのには理由があります。記録ですよ。記録？あなたが森村先生ならご存知のはずだ。あなたが生まれる2年前、井田さんが426から引き出した情報で、その存在が明らかになった記録を。記録というのは、426の解析で中枢のデータから見つかった2188年の記録映像です。その記録に私がアクセスしたのを知り、先生の態度が急変します。記録をすべて消去されました。なぜ消したか教えてもらえませんか？さあ、覚えてないわ。森村先生が426に操作されたと私が思ったのはある記録を見たからです。泉十郎が森村千尋に記憶のダウンロードを施しているという報告の記録でした。426が私に記憶を？まさかあなたは森村先生も私も426だと言いたいわけ？
私に不都合な記録を見られた先生は記録を消去した。そう考えたのです。発端はあなたを作った適合者実験だ。先生の映像とあなたの言葉で私はすっかり判断を誤ってしまった。あなたを先生だと思い込んでいた。最初からあなたはあなたとして生まれた。私が森村千尋ではないとでも。私が森村千尋の複製でないなら私は誰だというの。あなたは森村千尋です。当たり前でしょ。いいえ、先生ではなく森村千尋博士。2188年の四季島の宇宙計画、その中心人物だ。ロックしてあります。 D の目標が変わりこちらへ戻ってくる。ここは危険です。安全な場所へ。あら、心配してくれるの。でも余計なお世話ね。知ってるでしょ、これが私の望み。ですが。それよりあなた、こんなところで油売ってていいの？まさかもう諦めたわけ？まだ D の進行は序盤よ。すぐ戻ります。だがまずはあなたを安全な。そんな場所はない。どこにもありはしない。私たちにはね、知っているくせに。だから時間の無駄。自分のやるべきことに集中しなさい。わかりました。行きます。河川へ出た方がまだ安全です。一応伝えておきます。待って、せっかく会えたのだからすっきりさせておこうかしら。教えて、あなた森村先生が好きだったんでしょ。記憶操作されたなんて言ってたけど、本当は嫉妬。それは最後でしょ。答えて。
その通り。といえば満足ですか。低俗で愚かな衝動だ。だがそれは私を支配している。私の記憶を戻したのもそれが動機ね。どんな形であれ手に入れたかった、彼女。そうです。よかった。その本当は欲望まみれなところ、私の知るあのゴーとレンヤと同じで、私危うくあなたを気に入ってしまうところだったわ。ありがとう。すっきりした。博士、私は。いいからもう行ってちょうだい。賭けはまだ続いている。私が勝ちそうだけれど。初めてなのに、なんだか懐かしいわね。夕日はどの時代でも同じでは。いいえ、ここはそういうところなのよ。それで私はどこへ。架空の名義でマンションを借りました。埃っぽい瓦礫の中でないならどこだっていいわ。すみません。そこなら敷島にも先生にも見つかることはないと思います。飯田さんが用意してくれていた書類や資金が役に立ちました。飯田哲也、行方不明のまま見つかっていないの？はい、行きましょう。千尋さん。私が博士？そうです、そう言いました。あなたは森村千尋博士。2188年の敷島の宇宙計画を指揮した中心人物だ。
すのやら。これは仮定の話です。一つの解釈を述べたまでです。もしも私が博士だとしたら、私を作ったのはあなたの知る森村先生よ。博士を生み出すのが彼女の計画だったわけ。どうなの？先生が行ったのは適合者実験です。彼女はあなたを自分だと思っていた。自分のつもりで再転送した。セクターゼロに保存されたもう一人の森村千尋。あなたは新生児で現れたため意思疎通も不可能だ。それで先生は気づけなかった。それも推測でしょ？もちろんです。だがあなたが博士なら相当慌てたはずだ。目論見とまるで違う状況に。目論見？2188年の記録で伊田哲也の報告にあったのは、最終工程で森村千尋に記憶移植がされること。最終工程というのはつまり我々です。そろそろ付き合いきれないわ。まあそう言わず、せっかくですからもう少し聞いてください。最初に見た未来の記録は私の ID で見た更新記録だ。私が初めて自分の記録を見つけた時、映像には初老のゴート連夜の姿があった。2188年の記録にですよ。最初は時間移動してたどり着いた私の未来の姿かと考えました。しかしそうじゃない、順序が逆です。つまり私が彼のクローンなのです。あの記録映像に残る人物たち、彼らはそれぞれクローンを作った。クローンね。それを裏付ける記録を見ました。何を見たの？遺伝子工学が専門の高宮教授との通話記録。
コロニーに生き残った15人、そのクローンが適合者で、それぞれ時代の違う世界に育っている。そしてあなたは自分のクローンに移植されるはずだった。目論見とは違う。おそらくあなたが今気になるのは、私がどこまで記録を見たのか、そのことでしょう。心は大人でも幼い体では、動揺を隠すのは難しい。そんなわけは。それは引っ掛け。記録を見る限り、高宮教授と森村博士は古い間柄のようでした。千尋さんは何かご存知ですか？知るはずもない。沖野司については、彼も適合者ですから当然15人の一人で、2188年にも存在している。当ててみてください。彼が2188年で何者であったか。わかりませんか？やめなさい。私が教えましょう。彼は、沖野司は、森村千尋博士の息子だ。だが、腹を痛めて産んだ子供ではない。人工調整の政策で、博士は若い自分に卵子を提供している。彼が血縁関係にあるとわかるのは、クローンのための遺伝子検査でです。自分の子であることを意識した博士に、母親が感じるような心的変化が現れた。だが彼は博士に批判的で、計画の関係者としてもうまくいっていない。最後に際し、博士は真実を告げるメッセージを彼に宛てて残していた。やめて。あれを見たの。おかしいわ。記録へのアクセスは生体 ID が必要で、取り出せるのは個人の記録のみよ。沖野司と私の記録にはアクセスできるはずが。ありがとう、森村博士。確かに私のアクセスで出てきたのは企業関連の記録ばかり。会議の報告や連絡がほとんどでした。あなたに関する内容もほんの少しだった。どうやって私の記録を。それはですね、設定はこれでいい。あとは生体認証がうまく通るか。特定の制限を解除できたようだ。これで森村先生の ID を通せば、先生の記録にアクセスできる。君の生体 ID がなぜ先生と同じなのかも、先生の記録を見ればわかるかもしれない。やはり先生の ID だ。冬坂。
を失った彼女に協力してもらいました。彼女は森村千尋、適合者です。あなたが先生なら冬坂伊織が何者かも知っていたはずだ。このセクター4へ隠した張本人なのだから。生まれて間もない二人を別人に仕立てた。おそらく井田さんのアイデアでしょう。だから2104年にいるはずの森村千尋も2024年の井田哲也も見つからなかった。私の知る四季島の郷と蓮也とはあなた随分違うのね。困り者なのは同じだけれど、それで私が博士だとしてどうしたいの？真実が知りたい。現状に至る真実が。だが分かっています。あなたは何も教える気がない。どうして？我々に知恵をつけられては困るのです。滅ぼすつもりだから。あなたは最初からこの世界を救う気なんてない。If you enjoyed the video, smash that like button. If you want to see more, subscribe.